全国のポケモントレーナーの諸君、元気しとるかの。わしの名前は大木戸じゃ。先日レート対戦に潜って、4連敗してな、0勝4敗でレートをばっくり下げた大木戸じゃな。それだけじゃない、レート1208の人に負けてしまったからな。クソ雑魚大木戸じゃ。ということで今回は、レート対戦から逃げて指を振るスペシャルバトルやっていこうと思うぞ。マッチングいたしました。ムーンさんよろしく頼むぞ。相手は、カジテツさんじゃな。が、厳選した、レンタルパーティーを使ってるみたいじゃな。こっちは何を使おうかの。そのゲンガーを使った動画がまだないので、ゲンガー使っていこうかの。よろしく頼むぞ。さあ、相手はジラーチを繰り出してくるわけじゃな。カジテツさんのジラーチって一体何型なんじゃろうな。ゴツメか。まあいいや、とりあえず、呪われボディ発動したらわしの勝ちじゃからな。さあ、指を振っていけ。青い炎。ファイヤー初手から大技を発動してしまったの。これはもう勝ちじゃろこんなのな。もう初手から抜群引くこの豪運じゃな。わしな、もう一発青い炎打っちゃうな。やっちゃいけんが、ぶちのめせ。レシラムの専用技を発動した後に雷の牙を発動して、でもゴツメの方が痛いです。はい、滝登り。ゲンガーな、物理防御てか耐久がそもそもないのか。あ、だからこんなに減ってしまうんじゃな。さあゲンガー、指を振るでしっかりととどめを刺すんじゃぞ。ミラーショット、これ知らない。何これ、ミラーショットってなんじゃ。あの技見たことないぞわしなあ。思念の頭突きはやばくない？お前タイプ1の技打ってくんなよ、気持ち悪いな。お前運が良かっただけだからな。お前の実力じゃねえからな、死ねえな。マッチングいたしました。韓国の方よろしく頼むぞ。相手はなんと自分でちゃんと育成した指を振るパーティーじゃな。QR パーティー使ってやってるわしらをあざ笑うかのようなな。すごいね、自分の努力と、血と汗と涙の結晶じゃな。さあ、なんかリストカットしたなんか男の子メンヘラ男子みたいなポーズしてるやつに対してゲンガーをぶち投げていくんじゃな。あ、やべ、ゲンガー同士になってしまったぞ。あ、シャドーボルトね、それで勝てる。はい、シャドーボール。ブラストボーン！いやー、それはなー。まあ、でもめっちゃ入る。いいね。なんか予想以上に入った。半分入ったらいい方かなって思ったら、6、7割ぐらいぶっ飛んだな。これ、いいんじゃねえか？ブラストワンって、連続技？あ、反動技なんだ。なるほどね。あれだ、なんか破壊光線みたいなやつじゃな。初めて見た、ブラストバーンとか。でも半分回復されてしまうんじゃの。さあ続いて、もういいよ、もういいでしょ、ゲンガーな。パワースワッピング、なんか能力変化とか見てなかったけど変わんないでしょおそらく。むっ、死のさざめきは貧弱。ちょいとでも俺に勝てると思ったか、この間抜けが。死の忘却を迎え入れろ。そして相手がもう呪われボディが発動したからな。もうこんなのもうカチカチ山じゃの。ドリルライナー、うぃー、
いやでもドリルライナーか。あーはい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 マジでつまんねえな、ゲンガー。マジでつまんねえ。もうこんな呪われボディ発動したらあと鼻ほじってれば勝てるじゃろ、こんなのな。もう塵も残すな、ゲンガーな。うん、イカ様、はい。うーん、ボーンオーバーキルして草。いやー、ゲンガー最強ボケじゃな。これはもう人気ナンバーワンじゃろ。指を振る対戦でな。マッチングいたしました。ツンデツンデさん、よろしくお願いします。のつ。なんでトレーナーネームをツンデツンデにしたんだ。たまにいるんだよな。なんかツンデツンデじゃないけど、ルガルガンとかいるからな。さあ、ツンデツンデさん、かわいいね。ツンデツンデの、あれか擬人化かな。お前そんなことやんだったら、お前ポケコレってゲーム勝手に作れ。お前な、カンコレじゃなくてポケコレっていう、お前ゲーム作れな、うん。さあ、お互いゲンガーで相手の方が早く指を振ってくるぞ。この葉って、この葉ってあれだっけか、木狼の技だっけ確か。うわ強すぎる、強すぎるよ。あもうしょうもないバトルが始まるんじゃの。もうこれあれだよ、もう指を振るとかじゃないから、もうただの殴り合い、肉弾戦が始まるな、これ。はい、対戦ありがとうございました。しょうもなさすぎる。もうゲンガー使えねえようにしろよ、このモードでな。もうわしがやったレート対この指を振るレートの中で一番つまらん試合じゃったな。マッチングいたしました。え、アムパンさん、読めないがアンパンマンかな。うん、またカジテツさんのパーティーなんじゃの。わしは間髪入れずにゲンガーを選出して、さあ行くぞ。頼むからゲンガー以外で来てほしいな。さっきと同じな、あの泥試合になってしまうかもしれないからの、よろしく頼むぞ。行ってこい、ゲンガー。お前の強さを見せつけるんじゃぞ。もうジラーチなんじゃの。前の試合でこいつ思念の頭突きとかいう反則系の技打ってきたからな。マジジラーチにしっかりとリベンジするんじゃぞ。青い炎、撃て撃て、青い炎な。うん、いらない。さあ相手し先制で、あーなんじゃ、ジラーチ使うと運が良くなるの。お前星に願い届けすぎんなよな。うん、お前彦星様と織姫様もなんか仕事忙しすぎて、お前ブラック企業みたいになっちまったってよ、願いがいっぱい来すぎて。おだてる、あーすごいっすね。いやーかわいいなー、うーんキュート。特攻が上がって、混乱していくと、やんま意味なさそうなんじゃよな。じゃあ普通に指振ってきたし、えだからさ、だからさ、だからさ、な、うー、まあまあまあいいでしょう。うん、特殊炎技をしっかりと発動させていけ。氷の牙とか、それ逆にわしの方が痛いやつだろ、それ痛い、強すぎるジラーチ。はい、ざまみさらせ、お前ボケ、お前もうやっちゃえよ、炎技ぶち込め。毒の糸とか、お前ウィン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 、スパイダーマンしてんな、お前なあ。毒にはならないんだから、鋼タイプでな。悪あがきして、いや痛いんだけど普通にな。ゲンガ、ゲンガ、ゲンガ、分かった、ここで自己再生しような。うん、ここで自己再生しよう。そうすればまだまだチャンスはあるぞ。
コアパニッシャー、ダッサダッサ、かっこいいけどゲンガーが打つとダサすぎる。しかも混乱が解けて悪吐きして死ぬんじゃねこれで。あー強すぎる、勝てない。ゲンガー使うのやめます、さよなら。